たあなた。ただいま。ごめん、予想以上に時間がかかっちゃった。私が持ってたキャロットだと遠い方の出口しかわからなくて。そうだ、爆破が遅れるってニュースをスマホで見たぞ。でもいずれ発射しちゃうことに変わりはないから、ニコたちはまだ安全ってわけじゃないけど、これからどうする？すぐに他の方法を探さなきゃって。猫又の気持ちはわかるけど、それより先に話すことがあるよね。うわぁ、どうしたの？なんか空気が怖いぞ。耳の毛が逆立っちゃった。猫又、これは大事な話なの。茶化さないで全部話して。あんたとジャトヤは一体どんな面倒ごとに巻き込まれてるの？あれは爆薬の輸送列車だと報道されてたよね。なのにどうして治安局に偽装した奴らが乗ってるの？それにあんたは連中を前にしても全然驚かなかったし、それどころか素早く対応できてた。猫又、何か事情があるならちゃんと説明してくれ。僕たちは君の話をちゃんと聞く。私が説明したところで本当に信じてくれる？パエトーンのサポートがまだ欲しいなら、お兄ちゃんの質問に答えて、隠してることを全部教えて。隠すつもりなんてない。列車の中に人がいるなんて知らなかった。私はただ他の場所で同じ格好の奴らを見たことがあるだけ。あんたたちの言った通り、私とジャトヤはとんでもない面倒ごとに巻き込まれた。でもそれは人助けのためなんだ。そんなこと今まで一度も言わなかったよな。だって信じられないことの連続で、ちゃんと説明できる自信がなかったんだ。それにこの前は列車を止めなきゃって必死でボンプの視覚記録を最後まで見られなかったし。そうだ、ニコのボンプ、あれが全てを記録してる。あの一部始終を見ればあんたたちもきっと分かってくれる。このエーテル濃度にもだんだん慣れてきたぜ。入ったばっかの時はあんなに居心地が悪かったのにな。ちょっと、厄介なエーテリアスに会わなかったからって油断しないで。ここにはデッドエンドブッチャーがいるんだから。特にビリー、あんたさっきの戦い方は何？極力音を出すなって私口を酸っぱくして言ったわよね。なるはやで関ヶ組の拠点に行って依頼を達成しなきゃいけないのよ。少しは猫股を見習いなさいよね。すばしっこくてとーっても静か。あの子ならデッドエンドブッチャーに会っても気づかれずに済むんじゃない？ひひーん、実のところ猫に旧姓ありって言われるのにはそれなりの理由があるんだぞ。待って、みんな、あの線路を見て。途切れてるというより何者かによってねじ切られたみたい。うわ、マジじゃねえか。まさにこの辺りでデッドエンドブッチャーが活動してたみたい。これ以上先に進めば奴に遭遇する可能性があるわ。そうなったらヤバいわね。あいつの痕跡っぽいのがあるならここは避けておきましょう。猫又、キャロットで関ヶ組の拠点に通じる別ルートを探せる？できるにはできるけど、このまま進むのが最短ルートだぞ。一刻も早く家族の形見を見つけたいって気持ちはわかるわ。でもことがことだけに今回は安全第一で行かなきゃ。ほら言うでしょ、命あってのなんとやらって。ふびゃー！どうしたのよ、尻尾を踏まれたみたいな声出しちゃって。今あっちの方に子供が走っていった。
はぁ、あ、何言ってんの。ここはデッドエンドフォローの中なのよ。子供がフォローに迷い込むケースは確かにある。でもあなたが指した方は私たちが本来進もうとしていたルートよ。偶然その子がそっちに行ったの。何、最短ルートを行くための嘘だと思ってる。本当に子供を見たんだ。青い服を着てて茶色い髪のポニーテールだった。なあ、子猫ちゃんがそこまでがっつり見たってんなら本当にいたんじゃねえか。猫又、仮に子供が実在したとして、まるでその子の救助を優先したがっているように聞こえるわ。それはあなたの当初の依頼とは異なるってこと忘れないで。それどういう意味？依頼じゃないからって迷子の子供を放っておいてもいいの？あんたってつまんない上に血も涙もないんだ。あ、ただ働きの心配をしてるの？私はあんたとは違うぞ。子供を探す分追加料金もちゃんと支払う。あなたって意外といい人なのね。え？うん、ちっとばかりビビったぜ。子供なんて放っておいて片身探しが入選にゃとか言わないかヒヤヒヤしたが、子猫ちゃんは優しいな。猫又、あなたが子供を助けるって決めたならそれで十分よ。お金を交渉材料にしなくたって私は一緒に行く。アンビー、せめてお金の話なら私の意見を聞きなさいよ。全くしょうがないわね。でも私だって同じ考えよ。子供をこんな場所に置いてけぼりになんてできないわ。まだエーテル適性が安定してない時期だし、自分の身を守る力だってない。フォローにとどまればとどまるだけリスクは高まる一方よ。しかもここにはデッドエンドブッチャーっていう化け物までいるんだから。そうと決まれば今すぐ追いかけようぜ。フォローの中では時空が素早く変化してるんだ。早くしねえと見失っちまう。猫又、何突っ立ってんのよ。さっさと来なさい。あ、今行く。嘘を言ってるようには見えなかった。なんて私ったら今さら何考えてんだろう。エーテリアスが多いな。あの子が心配だぜ。ここまで不幸なことが起こったような痕跡はないけど、早くあの子を見つけるに越したことはないわ。よくやったわビリー。俺に任せろ。そこに人影がいたんだけど一瞬で消えちゃった、はあ、また子猫ちゃんにしか見えなかったか。確かに猫の動体視力は普通の人間より数倍いいって言うけどよ、俺の視覚ユニットだって負けてねえはずなのにな。ねえみんな、この辺り引っかき傷みたいなのが増えてきたと思わない？
さっき出くわしたエーテリアスも前より強力なやつだったわよね。そう言われてみれば確かに。このままじゃ人探しどころか私たちだって危ないわ。なんとかしないとまずいわよ。猫又、本当にあの子を見たの？何回後を追いかけても一向に収穫がないのはどうして？フォローの中は常に変化し続けてるんだぞ。きっとあと少しのところでまた遠くへ転送されたんだ。それについては私にだってどうしようもないぞ。なるはやで目標に追いつくには私みたいにみんなで走ろう。意義あり。私たちにはあなたほどの身体的アドバンテージはないの。デッドエンドブッチャーに遭遇した場合に備えて今は逃げる体力を温存しておくべきよ。何が言いたいの？別に。人を助けたいなんて言ってた割にいざって時は自分の心配ばっかりなんだって。そういうわけじゃないわ。あ、そう。ってことは体力に自信がないだけ？さっきから聞き捨てならない。私が本気を出せば予備燃料を使ったビリーにだって勝ち目はないわ。アンビー、そいつは俺もちっとばかり聞き捨てならねえな。よし、じゃあ決まり。こっからは全員ダッシュで行こう。望むところよ。ちょっとあんたたち、私の意見は聞いてくれないわけ？よくやったわ、ビリー。ニコ、大好き。フォローの深部みたい。疲れたにゃ。ここまでノンストップで走れるなんてみんなすごい体力だ。走れば追いつけると言いながら最初に音を上げたのはあなただった。少しは自覚したら。どういう意味？上等、今からもう一走り。まあまあ、今は休めるうちに休んどこうぜ。すぐ人探しを再開するんだろ。てか、近くでもうすぐ爆破解体が始まるんだよな。住民はとっくに避難してるはずなのに、なんで子供なんているんだ？家族と避難するときにはぐれたんじゃない？あの映画が本当なら、こんなところにいるのは幽霊だけ。突如としてそれは姿を現し、探しに来た者を死の罠へ誘う。幽霊なんてこの世にはいないわ。こんな時に映画の受け売りなんてやめて。心配しないで。幽霊が出たとしても私がみんなを守るから。まったくもう、揃いも揃って不吉なことばっかり。ほら、もう十分休んだでしょ。そろそろ先を急ぐわよ。おい、ちょっと待った。子供だ、ほらあそこ。待てよ、逃げるなって。え、嘘、どうなってるの？まさかデッドエンドホローに本当に子供がいるなんて。早く来てくれ、あの子はすぐそこだ。来たわよ。
なさい。休んでて。了解。了解。あとは私に任せて。俺に任せて。アンビー交代だ。僕の出番ね。10倍返しよ。ターゲットロックオン。来たわよ。おっと、目つぶってな。さて、もう大丈夫だぜ。一人ぼっちでホローをさまようなんて怖かったよな。お兄さんが来たからにはもう安心。何言ってるのよ、まったく。何って、俺たちは君を助けに。私を助ける？逆でしょ、こっちが助けてあげたの。なんであいつの縄張りをうろうろしてたの？私がここまで連れてこなかったら、あいつとばったり会ってたとこなんだよ。はぁ、あ、なんですって？余計なことしてくれたわね。今頃新エリートにつながるホローの出口が見つかってたかもなのに。なんか音がするぞ。なんなの？エーテリアス、あれがデッドエンドブッチャー。想像以上にでかいんだけど。あいつが追ってきた。もうおしまいだ。この光は、ホローの出口だ。あの子が落っこちてく。はあ、スリルあったな。かっこよく着陸。よかった、この子も無事だ。いったったった、頭にタンコブができちゃうとこだったわ。まさかこんな風にホローを出ることになるなんて。ニコの親分、もうなんで毎回毎回依頼のたびにこうも面倒が起きるのよ。ニコの親分、ネコマタ、こんだけ骨を折ってあげたんだから、チップは弾みなさいよね。ニコの親分、聞こえてるわよ。もうちょっと座ってるだけじゃない、こらえしょうがないんだから。そうじゃなくて、ほらあれを見てくれ。ん？ここはカンバス通り。この人たちを、待って、ここって爆破エリアでしょ。避難は終わってるはずなのに、なんでこんなに人がいるの？何人ですって？少なくとも100人はいたぜ。とはいえ、俺とアンビーは話を聞いてくれた人たちをざっと数えただけだ。実際はもっと多いかもしれねえ。ビジョンは確か何日も前に住民を全員避難させたって言ってたわよね。それが住民たちも1週間前から外と連絡が取れなくなっちまって、何が起こってるかわからねえそうだ。これって多分ビジョンの信号ジャミング装置の仕業だよな。一体どういうこと？ビジョンは住民たちをいつ避難させるつもりなの？そこのお嬢ちゃんたちや、あんたたちは都市の方から来たそうだけど、何か聞いてないかい？失礼だけど、おばあさんは？ああ、さっきホローで女の子を助けてくれたじゃろ。私あの子の祖母だよ。本当にありがとうね。小さな頃からおてんばな子でね。
エーテル適応体質だからってしょっちゅうフォローの中に入ってしまうのさ。昨日治安官さんが迎えの時間を教えてくれなかったものだから新エリートに行って聞いてこようとしたのかね。私が目を離した隙にフォローの中に入ってしまったのさ。ん？おばあさん今治安官って言ったわよね。昨日治安官に会ったの？ええ、そうさ。昨日は孫とお隣さんがしびれを切らしてビジョンの監視拠点に行こうとしたのさ。その途中で治安官さんに止められたんだよ。確か治安官さんは近くで爆弾の調整をしているから人を通すわけにはいかないと言っていたそうだよ。それで準備が整ったら列車で迎えに来るとね、ここにいるのは子供や年寄りばかりだ。うちの孫以外にエーテル適性のある人もいないからどこにも行けやしないんだ。治安官さんに待てと言われたら待つしかないだろ。いいえ、おかしいわ。住民の避難は一大事のはずよ。時間も知らせないでただ待たせるなんてありえるかしら。それに治安局がこのプロジェクトに関わってるとかそんな話聞いたことないわ。お嬢ちゃん、それはつまりあなたたちを止めた治安官は偽物の可能性が高いってこと。それだけじゃない、ビジョンはより低いコストを武器に落札に成功したってニュースで言ってたわよね。なるほどな。地下鉄の改修は新エリートで最も注目が集まってるプロジェクトの一つだ。技術、人材、資金、どれもハードルが高い上住民の移転問題も解決しなきゃならない。だが腹から住民ごと爆破して解決するつもりだったらそれがビジョン流の低コストってわけだ。あんたらの話だとここの住民は私らはビジョンに見捨てられたってことなのかい？ビジョンはずっとこのプロジェクトを踏み台にしてトップス財政ユニオンにのし上がろうとしてた。そのために人の道を踏み外すなんて、そんなのひどすぎる。絶対ビジョンの思い通りになんかさせないぞ。ニコ、あんたたちはこれからどうするつもり？あ、もう、あんたの依頼を受けた時はこんなことになるなんて思ってもみなかったわ。探し物のためにデッドエンドフォローに入るのもそのついでに迷子を助けるのも百歩譲っていいわ。お金持ちの悪徳企業とことを構えるですって、何でもや風情が叶う相手じゃないわ。二人はどう思う？俺は親分に従うぜ。バンビは？自分でも意外だけどこの件に関しては猫又と意見が一致しているわ。私は残る。ニコの心配は理解できるけどごめんなさい。これは私にとってのチャンスだから、私自身の考えで行動させて、二度と同じ過ちは繰り返さないって決めたの。そう、あんな大企業と真っ向勝負しようってのね。アンビー、あんたって子は本当に最高なんだから。いい？相手はあのビジョンコーポレーションなのよ。つまりトップス財政ユニオンに次ぐ大企業を相手取れるビッグチャンス。この不祥事を暴けたら連中から一体どれだけ絞り取れるか想像して。ビリー、アンビー、早く金の卵、つまり住民たちに伝えるのよ。ジャトヤが訴訟代理人になってあげるって。ほら、突っ立ってないで、早くみんなに委任状を書かせて一つ残らず回収してくるのよ。猫又、あんたは依頼人だけど任務を与えるわ。え、私に？ここに閉じ込められた人たちを助けたいんでしょ。あんたはこの中で一番足が速いし何より道を知ってる。私のボンプを持って行ってある場所に行って援軍を連れてきてほしいの。これが真相。ニコたちはひとまず工事エリアで委任状を集めてビジョンの動向を探るって言ってた。
そして私のニコたちと別れた後、私は一人でデッドエンドホローを抜けてあんたたちの店に来たんだ。嘘はついてない。ニコも爆破エリアの住民たちも絶体絶命の状況に置かれてるんだ。お願いパイトン、私と一緒にみんなを助けに行って。ネコマタ、あんたの言うことは信じるよ。ただプロ棋士のエキスパートとして、私たちはその件に首を突っ込むリスクを警告する義務があるの。ああ、住民たちを全員救い出すとなればビジョンとの正面衝突は避けられない。今さら私を試さなくてもいい。出発した時心に決めたんだ。何としてでもみんなを爆破エリアから救い出す。今の私にはそれしか考えられない。わかったよ。依頼人がそう決心したなら私たちもこれ以上は言わない。それなら早速救助計画を考えよう。このマップを見てくれ。ジャトヤと住民たちは現在カンバス通り駅に閉じ込められている。こことパールマンのいる監視拠点とは数キロも離れているんだ。だけどパールマンは住民たちを閉じ込めるために治安局の武装部隊に偽装した連中を列車で送り込んだ。そういえば私たちが送らせた列車がそろそろ目的地に着く頃だよね。ってことは住民たちを見張る人がまた増えちゃう。ああ、僕たちの力では正面突破は不可能だけど防御の穴を突くことはできる。それってどういう意味？ほら、閉じ込められた住民たちはエーテル敵を体質じゃないんだろ。だから武装部隊は正面を集中して警戒していると思うんだ。監視拠点の兵士も無限じゃない。大勢を正面の警備に割いてるのなら。そっか、フォローを通って背後に回れば不意をつけるね。ニャイスアイディア。それでそれで監視拠点の列車を速やかに奪い、フォロー内の線路を使ってカンバス通り駅まで向かうんだ。住民たちにはあらかじめ駅のホームで待機していてもらう。そうすればほんの数分で全員を爆破エリアから運び出すことができる。頭いい。きっと列車自体にも侵食耐性があるはず。なるはやでフォローを出られれば住民たちも侵食にさらされずに済むぞ。ティアリー、列車をフォローから新エリートまで最短で運転できる？可能。すでに最短ルートを計算済みです。よし、準備が整ったらすぐに行動開始しよう。ネコマタ、ボンプを連れてって。まずはニコと合流して計画を説明しよう。あとは、あとは決着をつけるだけだ。